はい、4時半ぐらいかな。何時だ、あ、もう、5時ですね。4時50分5時に来ました。あれ、なんか軽石取ってる人がいますね。風は東かな。海は穏やかです。こんなになんか入ってたっけ。東風なんで、こんなにいっぱい入ってたっけな。なんか堆積物がいっぱいありますね。軽石がこんな感じで川の両岸に溜まってます。北東の風で、まあ、北東の風で溜まるとこなんですけど、まあ、これは東の風で溜まってんでしょうね。ずっとここにこうやって溜まってますね。中潮、もう小潮になりかけの中潮なんですけど、よく引きますね。よいしょよいしょ。こんな感じで、潮が引いていくと、そこに軽石が置かれて溜まっていくって感じですね。これから本当に変わりようがないですよね。狭い範囲でちょっとずつ移動してるっていうのはあるんですけど、もう大幅になんか劇的な変化が起こるっていうのはもうないんじゃないかなっていうぐらい変わらない風景になってますね。でもまあ泳ぐにはもう全然問題ないんで、ダイビングもスノーケリングもやってますからね。カヤックなんか全然もう最初からカヤックは関係ないしね。まあ海楽しめるし、軽石も込みで観光客の皆さんには楽しんでいただきたいって感じはしますけどね。こんなに軽石のある沖縄で楽しめる一年はもう今年だけかもわかんないからね。まあ、いくらなんでも今年の冬にはもうなくなってると思うんで、今年だけですよね多分。こんなに軽石が見れる浜で遊べるのは。よし、じゃあ写真撮ります。